国立海洋大学は台湾海洋市東区学府路300番に本部を置く台湾の国立大学である。2000年に設置された。大学の略称は課題演出と理工学院と本部棟前身は国立海洋技術学院と国立海洋師範学院である。2000年に大学に昇格し、現在の校名となった。現在では7学部、39学科。 44大学院研究科20研究センターを要する総合大学となっている。国立かよし大学の前身である国立かよし技術学院の歴史は1919 19年に設立された台湾公立かよし農林学校に遡ることができる。台湾総特府は台湾農業の発展に必要な人材育成を目的に工業学校を設立。 1921年には、行政区画変更に伴い、台南州立、海予市農林学校と改称された。1945年、日本の敗戦に伴い、中華民国政府による接収が行われると10月25日に、台湾省立、海予市農業学校と改称された。その後、台湾修立、海予市農業専科学校、国立海予市農業専科学校と改編され、 1997年7月1日に、国立海洋史技術学院へと昇格した。台南修立、海洋史農林学校時代の校舎甲子園で、準優勝した、海洋史農林チームか、よし技術学院歴代校長か、よし市範学院歴代校長か、よし、大学歴代学長ラン部か、キャンパス林、森高区キャンパス新民キャンパス。 タミオキャンパス国立海吉大学の高科体南州立、海洋農林学校時代に、同校野球部が甲子園で準優勝をした実話が、がナンバーワン931回の向こうの甲子園、というタイトルで台湾で映画化され、2014年2月27日より公開された。ありがとうございます。